はい、こんにちは。それでは今日は丸石さんから出ているペットポーターをご紹介しようと思います。でですね、こちら見てください。ちょっとおしゃれなミニベロ系の自転車っていう風に見えますが、ポイントはここですね。どうです、なんかちょっとおしゃれっぽくないですか。底面に木が引いてあって、もう見ただけでおしゃれみたいなカゴにですね、ここにちょっとしたポーチがついてるんですよ。まあ小物がこう簡単に入れられますよってやつですね。でこれこうバックルでついてるだけなので、簡単に外せていろんなところにつけれます。じゃあなぜこのカゴがついてて、わざわざこんな小物入れまで別付けであるのかということですよね。なぜかといえば、そう、この自転車にはこのバッグがついてきます。でこのバッグは何のためのバッグと思います？こうやって開けるとですね、ペットと一緒に自転車に乗れるっていう自転車になってるんですよ。中もちゃんと中敷きが引いてあってですね、こういうの少し洗えるようになってます。で、まあ、ワンちゃんとかなんとか乗せた時にこう繋いでおいてもらうと飛び出したりしませんよ。そしてちゃんとですね、メッシュ状になってまして、前後そして横もですね、ちゃんと空気が通り抜けるようにっていう設計になってます。このカゴにこうやってつけてあげるんですね。こうやって止めてやると、よいしょ、カゴ自体もこう飛び出さないっていうようになってますね。ということで今回はワンちゃんに遊びに来てもらいました。一瞬びっくりしたような感じでバッグの中に入ってくれたんですが、すぐに慣れてくれましたね。どんなにおとなしい子でも飛び出さないとは限らないので、必ずこうやってフックで止めてください。このワンちゃんは本当におとなしくて、撮影がスムーズに進んだんですよ。顔が出せる小窓は引っ掛けて開けっぱなしにすることもできるようになっています。こうするとですね、ワンちゃんの顔も見えるので、いろいろお散歩しやすいですよね。周りが見えるのでワンちゃんも落ち着いてくれるし、飼い主の方もワンちゃんが見えるので楽しいお散歩ができそうです。では自転車に乗せてみましょう。バッグは前後どちら向きにでも乗せることができるので、ワンちゃん前を向いてもらってですね、一緒に爽快に走ることもできるんです。早く撮影してあげなきゃかわいそうと思ってですね、急いで撮影しちゃったんで、ちょっとカメラの角度とか物足りないですね。でこのワンちゃんですね、本当に乗り慣れてるように見えますが、このバッグに入ってこの自転車に乗ったのはこの撮影の時が本当初めてなんですよ。バッグを向かい合っておけば会話をしながら自転車に乗ることもできます。あんまり会話に夢中になると危ないので、それだけは気をつけてくださいね。ちなみに僕はペットを飼ったことがありません。なので今回ちょっと不安だったので、犬好きさんに手伝ってもらって撮影を行っています。このワンちゃんぐらいですね、本当におとなしくて言うこと聞いてくれるなら飼ってみたいとも思いましたね。ご協力ありがとうございました。このペットと一緒にサイクリングができるっていうバッグがついたミニベロ型の
自転車ということになってるんですね。装備もしっかりしてまして、シマノさんのインター3ですね、内装3段の切り替えがついてますし、オートライトですね、暗くなったらライトも自動でつきます。で、ライトがついても重くならないってことになってます。で、まあ、フレームとフロントフォークはスチール製ですね。泥除けもそうですね。タイヤは 20×1.75 ですね。まあ、カラータイヤになってます。で、カラータイヤは、このチャンネルではよく言ってますね。日に当てっぱなしだとどうしても劣化が早いので、自転車を保管するときはなるべく日が当たらないところに置きましょうね。テリー型ですね。こうボタンが打ってあるおしゃれに見えるサドル。サドルは67センチっていうのが一番下まで下ろした時の地上からの高さになってます。まあ、適正身長は133センチからっていうことになってますから、結構小柄な女性でも乗りやすいっていうことになってますね。まあ、ここが低いんで乗り降りもしやすいっていうのは嬉しいですよね。こういったおしゃれなフレームだからこそ、このおしゃれなキャリアですね、パイプキャリアになってます。荷物があるという方は後ろにちょっとしたカゴとかつけると買い物とかも行きやすいっていう感じになりますよね。鍵もディンプルキーになってますので、このおしゃれな自転車が取られにくいっていう仕様になってます。嬉しいですよね。よいしょ。カラーはアイボリー、レッド、そしてこのネイビーの3色ということになってます。自転車の重量は全体で 21.9 キロですね。乗せるペットは、まあ、自転車のカゴに乗せるので、まあ、大体10キロぐらいが目安ですね。まあ、それ以上大きくなってくるとどうしても運転しづらいのとですね、もしもペットが暴れた時とかも自分でこうしっかり運転できるっていう重量ぐらいに抑えておいた方がいいかなっていうふうには思いますね。まあ、こういった自転車で一番気になるのは、カゴやこのバッグの内寸だと思います。まあ、そういったのはここに載せておきますので、ご確認ください。そして、まあ、スタンドなんですけど、まあ、ぶっといことになってますね。ちょっとですね、まあ、大胆なこのスタンドなんですが、スタンドが立った状態だと、ハンドルでこう、あまり動きにくい状態っていう風になってるんですが、スタンドをこうやってこう、蹴ってやるとスムーズに動くようになってます。これが乗る状態ですね。そして、このでっかいスタンドの端っこをこう、軽く踏んでやると、テコの原理で持ち上がって、ハンドルもこうロックされる。ちょっと硬くなるっていうのがポイントですね。こうなると、バッグを乗せやすい、ペットを乗せやすいっていうことになりますよね。定価は 54,800 円ですね。このように見てきました。丸石さんのペットポーターですね。ハンドルの中心に重心が行くっていう、このフラッカーズっていうんですかね。まあそういったような作りになってるのはもう丸石さん。昔からやってて、このペットと一緒に乗る自転車っていうの本当前からあったんですね。散歩に一緒に連れて行きたいっていう方には、まあ、こういった提案いいんじゃないかなというふうに思います。